前、NPO の新しい本部棟を建てていると。あ、もしかしてあの大きなクレーン車ですか？なるほど、重機なら。ですが、あの動くたびに地面へ打ち込まれる鎖、かなり深く刺さっているようですが、引き抜けるでしょうか？それに、おそらくあの鎖も悪魔月の一部。この世界の法則が通用しない力を持つ可能性も。あの鎖がどんなものでも、刺さっている地面はこの世界のもの。だったら、そっちから計算できる。クレーンの推定出力、悪魔月の想定重量、地面の構成要素、鎖の侵入角度、全ての要素を数値化して演算すればいける。釣り上げるとき角度をつけて鎖の角度と合わせれば。今の一瞬でそこまで？そうね、クレーン車を操縦する人員が確保できれば。僕多分やれる。え？あなたが？あなたすごいのね。うん、じゃあクレーン車持ってくる。そっちなら用意があるわ。さすがトリプル A。そうね、あのドローンなら再生プロセスが止まったところにうちが一斉射撃できる限り相手の外角を削る。私の目で見極めてみます。わかりました。了解。おうよ、本当に操縦できるのね。クレーン車持ってきた。問題ない、そっち行かせる。指示で急行した。次の指示を請う。問題ない、いつでもいいわ。了解した。分かった。射撃準備。やりやがったな。大将、あとはワイヤーをクレーンに固定すりゃ終わりだよな。だったら俺がやってやる。危険だエミリオ。姉さん、フォロー頼むぜ。ハンプティから離れたワイヤーの端はあった。こいつをクレーンに。エミリオ！
襲撃では彼にも当たる。援護できない。エミネオさんが。ならば私が。じゃねえ、バケモン。くれ、ここにワイヤーを。よし、固定できた。ノエル、あげろ。ノエル、あげろ。エミリオ。鎖が抜けたわ。エミリオ。エミリオ、私が救出します。射撃は中止しないでください。え、皆さんの腕を信じます。言ってくれるじゃない。千載一遇のチャンスだけど、一斉射撃を敢行すれば危険なことに変わりはないわ。どうする、うん、よし、総員射撃準備。あの二人には絶対に当てるな。了解。撃て。始まった。さすがトリプル A。私とエミリオを巻き込まずに前段を命中させている。エミリオ、エミリオ、しっかりしろ。あ、え、姉さん。今ここから運び出す。どうや、やったぜ。よくやったぞ、エミリオ。腹部の外角が脆い。攻撃を集中。吸い上げた材料は他に回して、腹部は密度が薄いままだったのかもしれませんね。降ってくる可変を全て打ち払うだけです。はあ。
ここにいます。この崩落の中どうやって。それよりモンタージュの男がこちらに。動かないで。あなたの身柄は大麻局に引き渡します。抵抗すると。何がおかしいの。幕は上がった。力なき人の子らよ、刮目せよ。告発者と審問官の王はサイレンする。いねえぜ。無理して減らず口を叩くな。まったく。ハンプティは回収しましたよ。ノエルさんなら元通りに直せますよね。モンタージュの男は悪魔と契約していた人物は毒物の入ったカプセルを奥歯に仕込んでいたそうよ。病院に搬送中、死亡が確認されたわ。あなた、あの人物について何か調べていたの？随分と意気消沈しているから。入札で出た話なら聞いてるわ。例の祭壇の一件ね。あの男の正体については何か分かっていたの？この件、警察には。今回は悪魔つきが発生した現場に警察もいたと聞いているけど、つまり警察もその男を調べていた。現場で鉢合わせになったのなら、警察は男の正体に行き着いているはずよ。男の正体については私の方で探りを入れてみるわ。私、警察には顔が利くから、何か分かったらあなたにも伝えるわ。あなた、独自に調査していて現場で警察と鉢合わせしたってことよね。犯人探しは警察の仕事よ。畑違いのことに首を突っ込むとあらぬ疑いをかけられることもあるわ。それでも自分の手で調べたいのなら、大麻局に報告して調査の案件にしてもらいなさい。ええ、自分のやり方を通そうとすれば条件をめぐって駆け引きが必要になるかもしれないけど、あなた苦手そうね。私が申請に協力してもいいわよ。私なら申請の方法も駆け引きのやり方も熟知してる。お望みなら手を貸すけど。構わないわ。いつでも頼ってちょうだい。失礼しますね。前は急ぎすぎて失敗したから
絡めてで行くことにしたの。警察に探りを入れる話も申請の件も、あれ、恩を売っておこうってことでしょ。そうよ。諦めてないんだ。あれは簡単に諦めていい人材じゃないわよ。あなたもいずれトリプルAのトップになるんだから、そのあたりはわきまえられるようにならないとね。はいはい、鋭意努力します。男の諦めは悪いのに。な、何よ、大きなお世話よ。お気になさらず、運転は慣れていますから。ミカエラさんに義理立てされたのですよね。ミカエラさんと連携していたことは秋野さんにも伏せていらっしゃいましたから、社長なら申請の件もミカエラさんにお話ししないで決めることはしないと思いまして。私が鋭いというより、社長が裏表のない方だからだと思いますよ。社長は考えが顔に出やすいのです。駆け引きが苦手だということもよくわかります。でも入札でも麻雀でも負け知らずなのは、私にとって大いなる謎なのですが。エミリオさんもノエルさんも軽傷でよかったです。大げさだって。俺にとっちゃそこまでやべえ状況じゃなかったからよ。いや、私は肝を冷やしたんだが。僕はともかく、エミリオ、なんであれで軽傷なの？あれはきっとエミリオさんだから軽傷で済んだのだと思いますよ。え？身の軽さや身体能力の高さ、それに危険を察知した時のとっさの判断力、すなわち生き残る能力の高さ、それはエミリオさんがうちに来る前から持っていた天性の能力ですから。あ、まあこういう場面で褒め殺してくるのは大将の役目だろ。なんでお前がやってんだよ。俺も施設は守りたかったからよ。ちょいと無茶しちまったのは確かかもな。あの、エミリオさん、ノエルさん。あ？何？日本の家族にお願いしていたものがやっと届いたんです。よかったら受け取ってください。これは何だ？初めて見る。私たちも開業初日にもらっているぞ。あれで手持ちが切れてしまって。でもこれでみんなお揃いですね。ええ、ようやくお二人にもお渡しできました。どうかこのお守りがお二人を守ってくださいますように。なんていうか、ありがとうよ。ありがとう、志保、大事にする。いえ。失礼します、皆さん。兄貴だ！生きてる！兄貴！どっと、なんだお前ら！なんでここに？あなたのことを心配していたから、特別に連れてきたのですよ。あ？そうなのか？兄貴、すげえよ！街を守ったヒーローだぜ。バカ言うな、そんな大したもんじゃ。一生ついてくよ、兄貴。兄貴、死なないで。いや、今は死にそうに見えねえだろ。まったく。ま、お前らが無事でよかったぜ。エミリオ。あ、なんだババア。あなたは本当に昔から心配ばかりかけて。なあ、もうそういうのはよせよ。でも危険なものと戦う仕事を選んで
私や子供たちを守りたいという目的を抱いて、そして命がけで戦う目的を果たしたのですね。あなたは本当に立派な人になりましたね、エミリオ。あれ、兄貴泣いてる？バカ、泣いてなんかいねえよ。皆さんも本当にありがとうございました。そっちのお姉ちゃんも怪我してる。名誉の負傷ってやつだ。この人もヒーローなんだ。お姉ちゃん死なないで。死なないよ、僕もハンプティも。ノエルさん、ハンプティさんは治りそうですか？大丈夫、替えが効かないところは無事だったから。それなら良かったです。ハンプティって今直してるメカがそうなの？ハンプティ死なないで。それは誤った認識だ。私は生物ではない。よって死という概念を適用することは適当ではない。え、しゃべったまあすごいものね。しかし名誉の負傷といえばハンプティもそうだな。じゃ、ハンプティもヒーローだ。ああそうだ、私たちの頼りになる仲間だからな。ねえお姉ちゃん、俺もヒーローになりたいよ。どうやったら強くなれるの？よし、いいことを教えよう。大事なのは日々の積み重ね。お姉さん、そいつらを筋肉の世界に引きずり込むのよせ。お姉ちゃんもヒーローなの？え、どうなんでしょう。どうかしましたか？何の実感でしょう。そうですね。でも一つだけ訂正させてもらってもいいですか？